ねえ、なんで？おはよう。おはようございます。ということで、今日はね、キモティが来てます。キモティっていうな。そんな扱い。さっき買ったから、一回来てるかだけだ、一回来てるだけだから。韓国人だ。あんたのことが。もうね、最近くれるんだよね。ありがとう。簡単でしょ、簡単。ありがとう。はい。おしゃぶり渡してちょうだい。おしゃぶりちょうだい。ありがとう。今、お辞儀したの。そうだよ。ありがとう。はい、ちっちゃいお辞儀、かわいいから。キムディちゃんと見て。いける？ありがとう。ちょっと歩いて。てか普通に、普通にまず立ってるっていうね。ありがとう。もうね、ありがとう。ありがとう。はい、どうぞ。ありがとう。カンタじゃん。ありがとう。ありがとう。変な覚え方する感じ。ありがとう。じゃあパパにちょうだい。もうね、パパにちょうだい。カンタなありがとう。危ねえ、窒息するとこだ。ちょっともういいかな。もう飽きたかな。あ、すごい、たまちゃんがやるやつだ。うわ、すごい、いいね、音、いいね、すごいね。無料水やりじゃん。ただいまの時刻は何時だ？1時半。なんか夕方寝ちゃうとさ、そう、起きるんだよ。もうちょっとでも寝る時間がずれちゃうと夜全然寝ないの、ね、なので今はモネが一人遊びに飽きてちょっとグズグズしてきてるところから、で私たちは歩いてるねとか汚しちゃったから部屋を毎日寝る前に一回片してリセットしてから寝るんだけど、今それをやってる最中です。なので今日はめちゃくちゃ夜中の真夜中のナイトルーティーン。寝ない。寝ないもの。このモンスターが寝ない、ナイトルーティーンです。そうだから最近は、ルイとルネご飯食べさせたら、だいたいもう8時、9時。もう9時には絶対ルイとルネ寝るんだけど、うん、もう手前ぐらいでモネが一回寝るんだよ。そうそうそう。その段階で私たちも一回休みで、一旦仮眠取って、うん、そこから起きて、夜。お願い、寝るまでっていうふうにしないと毎日これはちょっときついもんね。だからマジで暇だから仕事したり映画見たり。そう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 、最近でもめっちゃ映画見るよね。確かに見るね。なんか銀座でさ、うん、ワイン買って美味しいチーズと生ハム買って、よいしょ、さすがに疲れたかも。このハム見ても落ち着いてるかも。あー、ジョマナ、ちなみにもうほぼいつもジョンがモネのこと寝かせてくれてるんだけど、ジョンさっきそこでモネがグズグズし始めた時、もう寝るの分かるこれ眠いやつって言って、モネの攻略もあるから、分かる？モネ赤ちゃんの時さ、赤ちゃん、今も赤ちゃんだけど、ママとさ出産した後病院に行った時さ、雨の音聞きながらめっちゃ寝てたんだよ。眠いね。眠しいよ。あてこ。どう
痛いな。優しくやってくれてるの。チュッ。もめチュッ。仲直り。ちょっとちょうだい。ちょうだいそれ。最近はもう譲り合いですよ。胸がうんって言って。簡単になる。うん、マジ簡単。燃えた。ちょうだい。絶対これは渡したくない。イエーイ。お任せしてる。イエーイ。でも最近ね、やってくんないよね。燃えた。ねーは。ねーねーは。森さん、こんにちは。ハイタッチ。痛い痛い痛い。キュッ。ありがとう。好き好き。涙出てる。すごい。ありがとう。キュッ。独特なキス。まだチコチコどうぞどうぞ、うん、ありがとうどうだい、ありがとうおはよう、みんなおはよう、この子。ああ。ね。今からモネタンシャワー入ってきまーす。ちょっと汗のが出てきちゃったから、ジョーがちょっとシャワー入ってた時に一緒に入れようと思って。モネね、すっごい肌が弱いから、いつもこうやって汗が出たりしたらシャワーをちょっと入ってきて。すいません。お尻とかもね、めっちゃかぶれちゃうの。なので、パパから呼ばれるまで待ちましょう。ジョマだ。その間に、部屋を片します。ないないして。ここにおいって言って。寝てくれる？うん。違う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 。ここに、ポンって入れて。ポンって。あれー？しちゃうの、うん、この星座が可愛いですね。これも、うん、うん、できるできる、うん、はぁ、すごい、ないないしてる、はぁ、すごい、もうね、おいしいね。よいしょ。眠い？ねんねする？何その顔？何その顔？ん？な、ねんねんぶらしたの？ねんねんか。ねんねん。な。したよ、もうね、うん、万歳万歳、いや、見えちゃダメよ、よいしょよいしょ、うんちっちゃ、うん、バイバイあちこ、うん、上がったよ。
ポンタの着替えできました。ちょまだこういう寝方できるね。ね。はい。一応起きたよ。まだ最後に力を振り絞って終わらせてきてます。笑ってる。もうね。あてこモネはね、私の狭い胃の板よりもこの大きい体が好きなルイとルネが今フレンチトーストハマってて、このチモティが朝つけたもんね。そしたらめっちゃルイとルネが美味しい美味しいって言って、それがすごいハマってて、明日の朝フレンチトースト作るって言ったので、ちょっとその下準備と私もついでにそれを食べちゃおうと思います。え、もう4時なんだけど寝なすぎじゃない？え、もうなんか学校今さ、夏休みだからいいけどさ、マジでこれ学校始まっちゃったら大変だね。マナが見て、俺が寝てもいいし、俺が見て、マナが寝てもいいね。もう分かってるよ、そんなの。今イライラしてるから、お腹空いて。だからなんか、そんな分かってることいちいちさ、言ってこないで、お母さんみたいに。いいね。なのになぜか一緒に寝ようとするの。だからさ、言ったじゃん、ジョン。怖いよね、やっぱり一緒に寝たいって。そう。こんな可愛いこと言うんですよ、マーちゃん。違います。可愛いこぶってるとかじゃなくて、ガチです。ぶち切れてるけど。ね、しかも顔あんま近くで撮んないで。着々と夜のムービー、夜のムービーナイト。着々とムービーナイト。頭痛が痛いんだ。ねえ、マジでさ、逆さまつげ最近重症すぎてさ、うん、1分おきぐらいにさ、目こうやってやってみて、ここにテープ貼ってもうずっとさ、強制的にさ、あれしときたいもん。そんな YouTuber 見たくない。ちょまだ。はい、ということで、準備できた。食べながらお腹鳴ってたもんね。恥ずかしい、別に、うん、めっちゃって思えた。今日は映画、まあ俺たち前からね紹介してるエクスプレス VPN を使って、うん、今日はイギリスサーバーでパソコンを守りつつジブリ見ようぜ。ジブリって言ったらこんな感じでいろいろ出てくる。すごいよね。じゃあこの新しいやつ見れる？これ思い出ポロポロ。うわー、この音めっちゃいい。あ、これマナが好きなやつ、うん、あー、もうマジで癒し。なんかもう疲れ全部取れる。適当にもう流しながらさ生活したんだよ。それ見よ、うん、耳を澄ませばを今日は見たいと思います。はい、
そうでね、マジでティモティジブリ好きで、私も超好きなんだけど、うん、ジョンも好きだけど、多分ジョンよりマナとティモティが超好きだよね。そうだね。で、ちょうど今日もナポリタン食べながら、そのナポリタン食べてるところめっちゃ喫茶店なんだけど、うわジブリ見たいって言いながら食べてたの、うん、で、うち来るとめっちゃさ、ティモティさジブリ見たいって言ってんじゃん。だからもう、そういう人めっちゃいいんだよ、私みたいにジブリ超見たい人。ティモティめっちゃエクスプレス VPN ファンだから、ファンだよジブリ見るがために。何回見ても飽きないね。ティモティとかセリフ暗記してて気持ち悪いもんねジブリカルトは最強だもんね。まだね、公開されてないかもしれないけど、マナとティモティでバトルした夜のジブリカルタとか素材で残ってるから、多分いつか公開されると思う。そう、まあ今回のね、この動画のスポンサーでもあるね、エクスプレス VPN を使うだけで見れるようになるんだけど、エクスプレス VPN があればね、そのオンライン上のロケーションを100カ国以上変更できるから、まあ、世界各国のね、その国でしか見れないサイトとか映画だったりアニメだったりがね、見えるんだよね。といいよね。ね、だからね、ルイとルネも、まあ、もしかしたらモネもね、ジブリが大好きだから、そのロケーションをね、イギリスに変更して、うん、そのネットフリックスでみんなでジブリを見たり、うん、ということができるんだよ。ただこれでね、ジブリも見れるし、イギリスではね、その君の名はとか、他にもなんかディズニープラスとか、海外で流行ってるサイト。聞いたことない。そう。とかがもうね、制限なしで見れるのはもう最高だよね。まあ、エクスプレス VPN のね、いいとこで、そのロケーション変えてジブリを見るとか、そういうのもあるんだけど、それ以外にもなんか、例えば、まあ、夏休みだからみんないろんなとこ出かけて、うん、まあ、カフェとかレストランとか、まあ、ホテルとか行って、そのフリー Wi-Fi に接続すると思うんだけど、あれってね、接続しちゃうと、まあ、なんかクレジットカードの情報だったり、うん、その携帯の情報だったりがね、簡単に抜けちゃうの。それ結構有名だよね。そうそう、結構みんな言ってるもん ね。でもね、まあ、僕たちみたいにエクスプレス VPN をオンにしとくだけで、携帯だったりパソコンとインターネットの間にもなんか安全なトンネルみたいのを作って、うん、でそこでなんか暗号化して、まあ、要はもう簡単に入れないようになるから、まあ、個人情報とかクレジットカード情報とかをね、簡単に守ってくれるんだよね。そう、今のところクレジットカード使われたとか結構さ、外で繋いでることあるけどないもんね。そう、でも私の友達この前不正利用2回被害に遭ったって言ってて、勧めなきゃちゃんと使って伝えとこう。そう、でもそんななんかめっちゃ仲いい友達じゃないから、もう知り合い程度だからあれだけど、うん、いやでもなんか本当にそんなことあるんだって、うん、なんか聞くけどさ、身近な知り合いとかではさ、確かに今まで見たこと家族とかではね、ないもんね。でも髪の毛大丈夫なので、防犯対策っていうか、そういう面でもすごい大切だし、うん、あとうちらのリンクから使ったらうちらにお金が入るとか、そういうのないよね。ないない。そういうのはなくて、ただ普通に割引して使えるから、そうそうそう、みんなにとっていいっていうことで、うん、私たちのリンクをぜひ使ってくださいってお願いしてるんですけど、普通に入るとまあ何もないんだけど、俺たちのリンク入ると3ヶ月分そうだよね、その無料で、そうそうそう、そのプラスされるから、うん、まあ絶対お得だよねっていう感じです、うん、そういう感じです。まあいかがだったでしょうか。モネちゃんが寝ないナイトルーティン、もう朝です。外がもう明るい。はい、そんな感じで真夜中のナイトルーティンでした。でね、エクスプレス VPN、 フォーブスとか C ネットっていうその大手レビューサイトがあって、そこでもね、1位を獲得そうしてるようなサービスだし、うん、まあ俺たちもね、多分もう1年経つのか、もう1年ずっと使ってるものなので。友達か、なんかモネが、ね、そう、そっか、生まれる前からやばだもんね。だからぜひ皆さん、下の概要欄からまだ使ってない人は使ってみてください、うん、このリンクから飛んでくれると3ヶ月分無料なので。ってことで、おやすみなさい。おやすみ。